ソーシャルメディア活用で中小企業の経営力アップ株式会社アチエン坂田誠です。今回ですね、iMovie を無料でダウンロードする際の注意点についてお話をしますね。 iMovie なんですけども iPhone の 5C もしくは 5S 以降はですね500円のが無料でダウンロードができます。残念ながら、5より前の人ですね500円です。まあ、ダウンロードしてもらうんですがこれ実はですね普通に ダウンロードするとですね 5C、5S の人でも500円って出る場合あるんですね。例えばこれ画面ありますけどこれはですね、もう私がダウンロードしてるんで値段出てないですけど、500円って、ね、ここに出ちゃう場合があります。でちなみに関連してですねよく iMovie 落としくださいねって言って無料でいいんですかって言ってですね、こっちをね、ダウンロードする人がいるんですけどまた別物なのでこっちじゃなくてこの星マークが iMovie です。それで500円ね、ここからだとかかってしまいますのでね、どうやったら、タダで、ね、ちゃんとダウンロードできるのかと、まず Apple Store のね、開きます。で、このおすすめをします。実はここなんですね。メニューいろいろありますね。これ下の方にですねメニューがあってこういう風であるんですけどここにね、iPhone iMovie ガレージバンクってありますで、ここを押すと、まあ私は、iPhone 5なので、有料になってるんですけど、iPhone 5C、5S の人、ここに、iMovie があって、ここからだとですね、無料で落とせます。ですので、検索から落とすんではなく、このね、おすすめの、無料のコーナーから落とされると、すべて無料です。で、ここにありますが、iPhone、ガレージバンク、iMovie だけでなくですね、こっちにもありますね。キーノートページス、ナンバーズっていうこの辺のねビジネス系のアプリも全部、5C、5S の人は、無料でダウンロードできますので、ぜひね使われるといいと思います。以上ソーシャルメディアで中小企業の経営力アップ株式会社アチエンの坂田誠でした。では